ジャズ発祥の地ニューオーリンズにはストーリービルと呼ばれていた公認の売春地域がありました。映画ニューオーリンズの舞台にもなった場所、地元住民は単純にザ・ディストリクト、地区と呼んでいた。ストーリービルで最も有名だった娼婦館がマホガニーホール。女主人はルル・ホワイトというクレオール。クレオールとは黒人と白人のハーフのこと。今夜もルルが帰ってきたよ。パパ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 パThank you.
Ryu, straighten up. Yes. Let's hear it one more time for hot chocolates.